さあ特別招待作品のアースクエイクバード、監督のウォッシュ・ウェストモアランドさん、そして小林直樹さん、そしてアリシア・ビキャンデルさんにお越しいただきました。まずは監督に伺いたいんですが、この作品を選んだのはどうしてなんでしょうか。きっかけを伺いましょう。 So why did you choose this topics?30年前日本に住んでいました。福岡大学留学生を、来てしました、その時はとても楽しかったけど、心はいつも日本にまた帰りたかった。 So Earthquake Bird gave me a reason to come back to Japan and make this fantastic movie. It's a very interesting story about a young woman living hereand her love affair with a Japanese man. 見事な日本語でお答えいただきましたが、この作品を通してまた日本に帰ってくるいい理由ができたということで、まあ、本当にその日本に住んでいた海外から、まあ、日本に住んでいた女性の恋の物語なんですが、そのあたりその女性を演じたアリシアさんにも伺いたいと思います。I would like to ask you, your Japanese was amazing, and I was thinking you're bilingual. 日本語が本当に流暢な日本に在住の方を演じてるんですが、どうやって勉強したんでしょうか? How did you learn Japanese? I would love to be able to say that I learned Japanese in 8 weeks that I think I prepped for this movie.That's not really possible, but I guess, you know, I am bilingual. Like Naoki, I also had my film when I played in English for the first time, and that was a barrier to, you know, get over. And then I've done a few more languages, and I realized that, you know, this was such an opportunity that with Wash's script, he said that this book and opportunity brought him here. That's what I felt too. And getting to...You know, have the challenge put to me to try and speak Japanese also makes me really understand the country and the culture, I think, much more. So, but how to learn it, yeah, it was mostly a lot of hours of, you know, I had my makeup person in the morning who read with me all my lines every day. And people around me had to listen to it. So it was mostly a lot of practice, wow. But, you know, thoroughly enjoyed it. Loved it. Thank you so much. すごいですね。本当に日本語が流暢でずっと話してらっしゃるのかなと思ったら、実は彼女自身も英語が母国語ではないんだけど、英語の演技を始めた時もそれこそ違う言語で学ぶ、まあ、演技をするってことを学ん で今回も8週間で日本語を習得して、それもですね、それこそ監督同様にこの作品が日本に連れてきてくれたことをすごくご縁に思うのと同時に、もうメイクさんに朝から一緒にセリフ付き合ってもらったり、共演者の皆さんにも付き合ってもらって、あそこまで見事な日本語で演技をされていました。じゃあ小林直樹さんにも伺いたいと思います。逆に小林直樹さんは英語で流暢に演じてらっしゃいました。英語はもともとお得意だったんですか？いえ、まあ、日本ももちろんなんですけども、場所にとらわれずさまざまな監督やクリエイターと一緒に仕事をしたいと思い始めて 3,4 年前から準備し始めました。学校に通ったり。そうだったんですね。そしてハリウッドデビューということで、これで俳優としての活動はもっともっと広がりそうですね。そうですね。今回が初 の, 日本英語を主とした役ということで、その中で、まあ、ウォッシュやアリシア、素晴らしいキャストやクルーの皆さんと作品を作ることができたので、この経験をもとにもっともっと仕事をしていきたいなと思いますし、そこからまあ、メインキャストの中で唯一の日本人だったということで、この日本が舞台の作品に対して、まあ、すごくいろんな責任感も覚えたりしたんですけども、ウォッシュはすごくそういったところもオープンにいろいろアイデアを求めてくれたので、日本の文化や精神性みたいなのをこう役作りや、作品に対してもいろいろなんていうんですかね、アイデアを伝えて、そういった面では映画に貢献できたのかなと思ってます。本当に最初から最後までどういうふうに展開していくのか全く読めない、ハラハラドキドキしてしまいます。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。アースクエイクバードから皆さんお越しいただきました。 Thank you so much. Thank you. ありがとうございました。